準決勝で2分10秒切っている選手が3名、そして8レーン大阪大東京大学の海さんも今シーズン2分9秒9のまま出しています。先頭黄色のユニフォーム、地元福岡商業の牧野さんです。少し差が開いてますが、2番目に工場館の翔さん、先頭が福岡商業の牧野さんです。400m 60秒、そして第2センターは62秒で通過。2番目が東京館の福井さん、その後ろに熊ヶ谷の川上さん、先頭は松子さんです。参考までの 600m を1分31秒、そして34秒、その差が3秒に広がっています。さあ、先頭はマッチョさんです。後ろから上がってきました赤いユニフォームです。東京から上がってきたのはヨコさん。さあ、そして2分5秒。